胸には何を思っているか。注目のファーストラウンド、何が起きる。飛び道具で相手を動かしていくか。飛びには空タイプを意識していた。ジャンプへの意識がかなり高い。プレイヤー1先に体力リードしていく。ここは投げの選択肢、ダウンさせる。中段を見せてきた。さあ壁まで追い込んだ。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。ここはガードでしのぐ。さあ前に出てプレッシャーをかけつつも、めくり飛びはしっかりガードを。ここでバーンアウト。ここは中足を一つ。ここは飛び道具で牽制。フェルラー2、ドライブゲージが戻るまでは下手には動けない。追い詰められてしまった。一息ドライブラッシュで前に出る。プレイヤー1、ドライブなしでタップアウト。まずいぞ。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。焦らず最後は投げでフィニッシュ。プレイヤー1、幸先の良いスタート。噛み合わせはいい。これはうまくヒットせず。マイステップ、逆熱キャップをしっかりつないでいく。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。 SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。互いの制空権が触れ合い続ける。ここは中足を一つ。さあ画面端も入れ替えてバーンアウト KO。 最終ラウンド、ここ一番がやってきた。オーバードライバーズ、ここからチャンスになるか。中足が刺さる。前ジャンプを仕掛けるか。ボディテンション組んでしっかり切り返す。 SA ゲージは溜まっている。何でもできる状況だ。ラッシュするか。足を伸ばす。バーンと意図していたか。危険な距離だが弾力、いきなり破産手。中足、ドライブゲージの運用が特に印象的だった一戦。思考スピードは素晴らしい。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。足元を狙っているか。ここで一気に壁までもつれ込んだ。ラインを押していくことで有利な状況を作っていく。きっちり抜けている。ここで弾を打つ。ここから地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、これを手玉に取るか。さあダウンからドライブラッシュにゲージを回していく。上は見えている。投げるにはやや遠かったか。下段は通らない。体力差はある。 KO。 プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。ここで飛びが通る。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。ガードする。苦しいところでジャストパリー。完全に読んでいたか。プレイヤー2、ゲージ管理が難しい。ドライブはしにくい。これで画面端、端に追い詰めてダメージチャンスがやってくる。ドライブゲージの差を生かして畳みかけるか。ドライブゲージがゼロに近い。見えているか。中足が刺さる。頭上がガラキ。投げて痛いダメージが入る。いきなり破産手。さあ逆転、投げが決まった。危険な距離でな。さあこれは痛いぞ。この距離は危ない。インパクト系を大胆に打っていた。プレイヤー1、やり込みが色濃くにじむ。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。さあ飛びはきっちりガードで対応。焦らずどっしり構えている。ジャンプ攻撃はガードをさせた側が有利なので、なるべく対空で打ち落としていきたいところだが、連続技をしっかり決めていく。コンボの後どう展開する。チャンスにダメージを与えていく。危険な状況になっている。一方の切り返し、最後はカウンターで KO。 相手の動きが手に取るように分かっているのか。
プレイヤー1ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。これで画面端警戒している。できている。プレイヤー1丁寧に有利を継続している。ここは中足を一つ、中足を見せて、この飛びはガードが間に合う。プレイヤー1相手をしっかり打ち落とす。で KO。 プレイヤー1一気に勝負を決めた。さあ両者真剣な面持ち、その目には何が映っているか。始めようか。負けても泣くなよ。さあファーストラウンド注目していきましょう。うまく打撃をさばいていく。ドライブラッシュを使えば攻めを継続することができる。相打ち OK。 ここからプレイヤー1、ここでドライブゲージを使い切ってしまった。一気にラインが上がって画面端、さあドン、ここで KO。 技が噛み合った形。プレイヤー1先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。強気の前ジャンプをしている。手の内はある程度見えた。このパリーが反撃ののろしとなるか。うまく位置を入れ替えた。壁のリスクは回避する。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。チャンスでもあるが、入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。プレイヤー2、丁寧に有利を継続している。一息つけるか。ここが正念場、気合を入れろ。うまく投げが通った。攻めのドライブラッシュ。さあ近距離の攻め際めくっていく。プレイヤー1、ここでゲージを使っていく。倒しきり、見えている。とんでもない逆転劇。いやー、息の詰まる死闘でした。両者に拍手を送りたいですね。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。下段は通らない。投げは抜けられず、うまく踏み込んでいく。ジャンプ攻撃はしっかりガード。プレイヤー1、画面端を維持することでダメージが蓄積していく。 KO まで。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ラウンド2ファイト。上から仕掛けていく。さあコンボはきっちり。気づけば壁がすぐそこだ。端に追い詰めてダメージチャンスがやってくる。距離はできた。追うか。隙あらばマシン。帯で攻めるか。くる。バックステップ、付き合わない選択。バウンアウト、まずいぞ。ここでバウンアウト。試合が動くぞ。 SA が直撃。この一撃で押し切る。きっちりとどめを刺していく。この勝利は精神的に後引く大きな一勝になる流れ。
チャレンジャー。両者この一戦に何をかけるか行ってみましょう。いい戦いになりそうだ。ザ・ファーストラウンド注目していきましょう。あっという間に画面端をどう切り抜けるか、ラインを押していくことで有利な状況を作っていく。この反撃はケアしていた。投げは抜けられず、こかしてからの、ここで飛びが通る。連続技をしっかり決めていく。ここは投げを見せてガードを崩す。ここから試合は失敗。アウト、まずいぞ。プレイヤー2、ここでドライブゲージが尽きている。ここは崩しきった。プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。開幕から襲いかかった。このラウンドが勝負となるか。プレイヤー2、さあ追い詰めた。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。壁際を意識した攻防、チャンスを手にするのはどちらか。プレイヤー1、ゲージ管理が難しく受け止めながら。プレイヤー1、このバーンアウトは完璧。常にゲージを回す、使っていくか。倒しきりの SA、 状況判断バッチリ。プレイヤー2、一気に勝負を決めた。さあこのマッチアップどうなるか、展開に注目していきたい。ショータイム。いい戦いになりそうだ。さあファーストラウンド注目していきましょう。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。プレイヤー2、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。さあダウンから、手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離、パーフェクト KO。 触らせずにラウンドを取る。プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。強気の前ジャンプをしている。ここでダメージを与えていく。さあこれで画面端バーンアウト、まずいぞ。プレイヤー2、このバーンアウトはかなりきついか。ドライブゲージがないこの時間帯が勝負。ドライブラッシュで前に出る。さあ攻めのドライブラッシュ、一気に周りを詰めてきた。受け止めながら、生成ゲージが両者にはある。どこから叩き込むか。プレイヤー2、わずかな体力だがドライブできれば勝機はまだある。どうなる、弾力が問われる状況になった。さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。ファイトラウンド、ファイト。早くこの飛びは見えている。投げが決まった。互いのバンシャンプを仕掛けるか。なんとか中央へ、インパクトは通さない。上はダメ、バーンアウトする。プレイヤー2、絶望のバーンアウト状態だが、これは抜け出せない。
やるし決着。プレイヤー2、さすがの立ち回り。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。くる、うまく投げていった。飛びが刺さる。相手の隙を突いてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。ここは投げの選択肢。次はどの引き出しを開けるか。手を出し合った両者、ここからどう動く。ジャンプ攻撃への警戒は十分。さあダウンから、プレイヤー1 KO。 プレイヤー1先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンド2ファイト。これもフェイク。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。ルーター、何を狙ってどう動くか。さあコンボはきっちり。互いの制空権が触れ合い続ける。投げを使ってガードを崩す。確実にダメージを与えていく。中足投げてダウン、ドライブラッシュで前に出る。プレイヤー上を見ていたか。前のめりが一撃は不発となった。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。さあそして投げは抜けている。手は飛ぶような残りタイム。苦しいところ、わずかなゲージを使っていく。苦しい状況よ、ドライブラッシュで勝負をかける。バーケーを。さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。ファイトラウンド、ファイト。早く打っていく。あとはない、全てをさらけ出して勝利をつかめ。つないできた。ここでバーンアウト。試合が動くぞ。ここで SA にゲージを回してまとまったダメージを取りに行った。どうした、待て。プレイヤー1、 SA ゲージ差を生かしたい。インパクトは受け止めた。プレイヤー1、ゲージをうまく使って勝利への青写真を描くことはできるか。上への意識が高すぎる。プレイヤー2、意地が垣間見えた。どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。作戦開始。いい戦いになりそうだ。さあ開幕、両者はどう動くか。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。圧絶なの攻防。さあここでパニッシュカウンター、大きなチャンスが訪れる。これは迂闊に置き技を出せなくなるか。プレイヤー1、ドライブゲージはやや少なめ、ここは大事に使いたいところか。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。ドライブラッシュにゲージを回していく。プレイヤー2、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。さあここから、焦らずゲージ状況を見て、ここでバーンアウト。プレイヤー1、ここは踏ん張りどころ。ドライブゲージを回復できるか。足が届いた。プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。
開幕から襲いかかった。飛んでいる。投げは抜けられず。プレイヤー2、さあ追い詰めた。後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。 SA ゲージが両者にはある。どこから叩き込むか。ゲージ運用が勝負を分かつ状況。ここからの判断が大切になる。うまく投げていった。さあここから投げを使ってガードを崩す。さあ現実、さあここはドライビングダストはバッチカウンターを起こしている。ゲージを使う判断どうなるか。倒しきり、逃げている。 SA フィニッシュ、抜かりはない。レイヤー2見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。ここで飛びが通る。コンボを叩き込む。ダメージは十分。さあどうするか。対空意識は万全か。投げは届かず。次はどの引き出しを開けるか。投げは抜けられず。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。投げ、さあここから体力差はある。足元を狙っているか。削りの選択肢が見えていた。プレイヤー2、貴重なラウンド選手。この好機を生かせるか。ラウンド2、開幕から襲いかかった。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。ここは中足を一つ受け止めながら一気にラインが上がって画面端。昇竜でこじ開けるか。プレイヤー2、ドライブゲージが空になるのはまずい。どうするこの状況。ドライブダッシュで前に出る。プレイヤー2、このバーンアウトはかなりきついか。ダウンからここで SA ゲージがマックス。さあこれは痛いぞ。さあ画面端も入れ替えてきっちり落として投げが決まった。プレイヤー2、ここが勝負どころ。試合の終盤、ここからの一発はもらえない。プレイヤー最後は投げる。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。ファイトラウンド、ファイト。まずは上から行くのか。あとはない。全てをさらけ出して勝利をつかめ。ドライブして攻め継続を選択か。ここで投げに行く。ここで投げれない。飛びは落とす。ぶっ込んでいった。スーパース、ゲージ運用に抜かりなし。打ち抜き、レグル。これこそが竜の真骨頂。体力はないぞ。ワンチャンス作れるか。シュッ、繋いできた。一瞬で決めた。プレイヤー2、意地が垣間見えた。どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。さあ開幕、両者はどう動くか。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。プレイヤー1、ドライブゲージがない。かなりきつい状況となった。厳しいタイミングでのバーンアウトをしのげるか。プレイヤー1、
バーンアウトをしのげるか。掴んできた。仕切り直す。このインパクトは通らず。プレイヤー2バーンアウトしている。さあダウンからプレイヤー2 KO。 プレイヤー1貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。ここは投げがカウンターで決まった形。足元を狙って受け止めながら打たせて取る。鮮やかな差し返し。ダウンからここで SA 発動しているが、レベル3選択。ゲージを大胆に使っていく。プレイヤー1ゲージ角バーンとしている。この飛びはガードが間に合う。どう崩していくか。プレイヤー1ここでの押し引きが重要。どう、壁際だからこその投げでとどめ。プレイヤー1見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。掴んできた。さあこのドライブインパクトは当たらず。空振ると大きな隙を見せるこのドライブインパクト、多用は禁物だ。プレイヤー1画面端のいい状況を作った。後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。ダイヤシバライブガード。さあダウンコート、ここで SA 勝負をかけに来た。真空波動拳を打っていく。プレイヤー2ここでドライブゲージが尽きている。だがワンチャンスは KO。 プレイヤー2貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。ダイヤシは受け止めながら、まさか誘導していたのか。プレイヤー1ドライブゲージがない、この距離で打ってきた。ここでエトワールダメージを取りに来た。プレイヤー2このスーパーアーツで形勢は互角。ここからが正念場だ。これは精神的に来るやつ。じじいとした間、ここで投げに来る。プレイヤー1ドライブゲージがアラベスクインフィニッシュ。プレイヤー2見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。試合の序盤、どう崩していくか。プレイヤー2バーンアウト状態となっている。ここをやり過ごせるか。プレイヤーはここで大きなダメージチャンスが訪れる。プレイヤー2体力状況は厳しいが、ドライブゲージの運用次第ではまだチャンスはある。上は見えている。 KO まで。プレイヤー1貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。意識のアンテナは上にも張られていた。ここで押し込みに行く。受け止めながらランベルセ、打撃投げが刺さる。プレイヤー2丁寧に有利を消す。ここで SA 発動しているが、プレイヤー1ゲージ有利を生かすこと、この切り返しはケアしていた。これ以上これは避けられない。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。ガードする。足元を狙っているか。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。プレイヤー1ここが勝負どころ。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。これは精神的に来るやつ。オーバードライバーズ、ここからチャンスになるか。当たらない。大きな隙を探すぞ。ここでランベルセヒット、流れを手繰り寄せる。ここでバーンアウト、受け止めながら、圧倒的なダメージ、圧力がわー持ってた。プレイヤー2この激戦を制した。いやー見応え十分、素晴らしい試合でした。